い、どうも、バシです。ということでですね、今日はですね、先日東京に行ってまいりましてですね、その模様をですね、今日はお届けしようかなと思うんですが、まあ、すごくね、個人的なことになっちゃうんだけど、僕とね、奥さんの結婚10周年だったっていうことでね、東京の方に飯でも食いに行こうってことになりましてですね、東京の築地に行ってまいりまして、で、築地から、銀座方面に歩いて、銀座の、あるね、ビルに立ち寄ってですね、そこから、アップルに寄りまして、アップル銀座ですね、寄って、そこから地下鉄で青山1丁目まで行って、で、最終的にはですね、明治神宮球場で野球を見るっていうね、非常にまあ、1年に何回できるかわからないぐらいの贅沢をさせていただきました。で、そのね、模様を今日は、動画に収めてみましたので、僕がね、アフレコっぽく喋っていくので、最後ね、ご視聴いただければいいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではね、行ってみましょう。チェケラー。はい、それでは東京の散歩動画に行く前にですね、最近僕はDTM の方でですね、Tips 動画っていうのを作ってまして、その Tips 動画っていうのは何かっていうと、まあ、僕はね、こうやってドラムパターンを作ってますよとか、例えばね、ベースラインはこんなのをやってますよみたいなのを、紹介していく動画なんですけども、そういったのをね、ショート動画にして、インスタグラムや TikTok、もちろん YouTube、YouTube のショート、Twitter、Facebook などに、上げていこうかなっていうことで、何作か作りました。はい。今後もね、増やしていけたらいいなっていうふうにも思ってるんですけども、それをね、この動画に織り交ぜながら今日はね、進行していこうと思いますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。で、僕、最近フィンガードラムっていうのを練習してまして、まあ、フィンガードラムといえばね、スペカンさん、フィンガードラムのもう王様ですよね。スペカンさんの書籍なんかをね、電子書籍で見ながらこう、ね、こう練習をしてるんですけども、そういったね、僕の上達ぶりとかもね、今後お届けしていきながら、曲作りの風景とかもね、動画に混ぜて、で、僕カメラ持って外にね、出かけてこう撮るのも好きなので、そういったところにね、こう織り混ぜながら、動画をね、作っていこうかなというふうにも思ってますんで、はい、今後のね、バシヒデのね、チャンネルの方にも注目していただければというふうに思っております。っていうわけでね、今日はですね、まずはその Tips 動画を、紹介していこうと思うんですが、ハイハットのランダマイズっていうのをやってます。はい。またね、専門的に特化した動画っていうのも作ろうと思うんですが、今日はですね、もうできたものを見せようと思います。で、ハイハットのランダマイズっていうのは何かっていうと、ハイハットを打ち込んだ時にですね、そのランダマイズっていうボタンを、まあ、ハイハットを選択した状態でランダマイズを押すと、ハイハットのベロシティを自動で調整してくれます。で、ベロシティっていうのは何かっていうと、まあ、打ち込みをした時の強弱ですよね。はい。特に打ち込んだ時っていうのは、まあ、人間のね、打ち込みですので、若干こう打ち込みのその力の強さっていうのは違うんですけども、まあ、プロのドラマーの方とかはもう一定のね、力で打ち込んだりすることができるんですが、どうしても素人の人だとそのばらつきが出てしまったりして、なんとなくリズム感、グルーブにね、違和感があったりするなんてこともあるんですけども、そういったのを解消してくれたりもします。あとは、まあ、鍵盤とかは使わずにね、普通にマウスでね、打ち込んだりもするんですけども、マウスで打ち込んだ時っていうのはベロシティはね、まあ、調整しない限りは一定になってしまう。そういった時に、ハイハットを選択してランダマイズっていうのを押すと、ランダムにね、調整してくれて、いい感じのグルーブを作ってくれるっていうのがランダマイズっていう機能になります。これは、Ableton Live 11に、限っての機能となりますので、他の DAW に付いてるかどうかっていうのはちょっとわからないので、まあ、ライブをね、使ってない方には関係のない話になってしまうかもしれませんけれども、もしね、ライブをお使いの方いましたらね、まだそんな機能知らないよって言った方はね、使ってみたらね、便利な機能だと思いますんで、ぜひチャレンジしてみてください。それではね、ハイハットのランダマイズ、行ってみましょう。チェケラ。
どうもこんにちは。今日はですね、築地に来てまして、プライベートで来るのは実は初めてなんですけども、今から築地でちょっと昼ご飯を食べて、まあ、あいにくちょっとね、今雨降ってるんですけど、まあ、午後から止むってことで、この辺りのね、風景とかを撮ってみようかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、築地にね、プライベートで来るのは初めてで、仕事で何度かは来たことあるんですけれども、こういったね、ご飯を食べに来るとかっていうのは初めてだったので、とても新鮮な感じがしました。で、ここね、何年か前ぐらいはね、豊洲市場のこととかでね、テレビのニュースでよく見ていて、すごくね、気になってはいたんですけれども非常にね、活気のある街だなというふうに感じました。はい。で、曇っていた線もあってね、まだそんな人はいなかったんですけれどもね、楽しい街だなというふうにも思いました。で、こちらがですね、ウニトラというね、ウニ専門のお店でですね、中通り店という、ウニトラの中通り店というところなんですけども、僕がね、死ぬまでに一度やりたいことっていう中に、ウニ丼を食べるっていうね、ものがあって、この日にね、叶うことができて非常に良かったです。で、最初にそれを言ったらね、おめえもっと他に夢ねえのかよ、つね。もっとハワイ行くとかよ。なんかそういう方がいいんじゃねえか、つって説教されちゃいましたけど。大将もね、非常に気さくな方でね、美味しくご飯をいただくことができました。また機会があれば行きたいと思います。で、築地本願寺の方にね、行ってまいりました。本願寺も初めて来たんですが、ね、インド風の寺院というかね、中にウニ丼を食べるっていうのが僕の中に空間で、ね、あったんですけど、今日その夢が叶いました。はい、ウニ丼の話ねしてましたけど、で本堂ですかね、カメラをね、カメラで撮影してもいいということだったので撮影してきました。これがね GH6 の映像になります。はい、特にね加工とかはしてません。そのまんまの、これビビットモードで撮ったんだっけな。はい、モードだけはいじりましたけど、それ以外は一切加工なしね、こんな感じのね建物です。で、こちらが奥のビルというビルでですね、築地から銀座方面に歩くと、現れるビルでですね、このビルがすごくて、築90年以上ということでね、この銀座エリアでは非常に有名なビルで、昭和7年だったかなにできたっていうビルでですね、で当時の高級アパートメントっていうことで、話題になっているビルです。で、現在はですね、テナントが入っていて、オフィスや、あとは美術展がやっていたりですね、あとはショップがね入っていたりというね、非常に歴史のある、ビルですね。で、これがエレベーターなんですけども、非常にアナログのね、回数を示す表示があったりして、もう映画でしか見たことないようなね空間だなっていうふうにも思いました。はい。で、エレベーター手動式なんですね、まさかの。手動式です。手動式。マニアにはたまらないね、これ。機械マニアというかね、建築物マニアの人にはたまんないと思います。わあ、すごい。すごい。めちゃくちゃレトロ。何このエレベーター。やば。ね、運転盤とかもね、こんな感じの運転盤でね、もうブレーカーなんてそのまま出ちゃってますからね。これ誰かがね、ピッと落としたらね、ブレーカー、中の電気消えちゃうんじゃねえかっていう心配もありましたけどもね。はい、こんな感じのビルで、これは地下ですね。地下に変電所があって、で、地下の一室で、なんか、美術展がやってて、ここはね、カメラ撮影 OK でしたので、堂々とね、撮影してきました。で、このビル中にはね、撮影禁止の場所とかもあるんで、もしこの動画を見て、ここに訪れる場合は十分にね、気をつけていただきたいというふうに思います。はい、それではね、DTM ティップ
ップス2個目いってみましょう。BPM120 で F マイナーのピアノのコードにですね、僕が、3ドラムパターン、3つのね、ドラムパターンを、紹介してますんで、その模様をお届けしたいと思います。どうぞ。はい、銀座から青山一丁目まで、動きましてですね、ホンダに寄ってきました。ホンダに寄ったのはですね、ここにホンダがあって驚いたっていうのと、あと最近バイクをね、いつか免許取りたいと思ってるんで、ちょっとバイクに興味があったんで寄らせていただきました。で、青山一丁目に行ったね、最大の目的はここ、ルミックスベース東京に寄りたかったので行って参りました。ルミックスのね、まあ、基地というかね、まあ、カメラがいっぱい展示してあったり、レンズがあったりね。で、パナソニックの方とね、直接お話もできるんで、ね、こういったね、ステッカーをいただいたりして、パナソニック独自のジンバルを作ってくださいっていう風にね、ちょっとお願いしてきました。そしたらまあ、パナソニックの方は苦笑してましたけど、はい、パナソニックの方、どうもありがとうございました。で、ここがね、東京ミッドタウンですね。ちょっと肌寒かったんで、寄って、ユニクロに寄ってね、ちょっとジャケットを購入しました。明治神宮球場にやってまいりました。今日はヤクルトスワローズと、交流戦でロッテのね試合がやってるってことで、球場に来て見に行こうかなと思います。はい、明治神宮球場はね、小学校の時以来ですね、小学生の時に来た以来久々の、球場なんですけども、交流戦千葉ロッテマリーンズ対ヤクルトスワローズの試合がやっていて、まあ、どうしても見たいということで、ね、奥さんにお願いして見ることができました。神宮球場に来ててスワローズのキャップを購入したので、かぶろうと思います。スワローズキャップ、多分ね、小学生の時に1回神宮球場来たことあるんだけど、その時以来かもしれない。その時帽子買ったかな、多分下敷きかシャーペンかなんか買ったと思うんですけど、スワローズキャップ。じゃあせっかくなのでクルリンパでかぶりました。はい、クルリンパでね、ちょっとかぶってみたんですけども、はい、これが明治神宮球場の中ですね。カメラはね GH6 を使って撮ってます。で、この日はね曇り空で若干肌寒かった、気温19度ぐらいだったかな。はい、お客さんはね7割8割ぐらいね、もう席が埋まってましたね。で、こんな感じで、撮れますよっていうのも紹介したかったんで、球場内こんな感じでね、練習してる風景なんですけども、動画に収めました。やっぱプロの選手すごいなってね、いう感じで見てましたけど、はい、これがチアガールズね、スワローズのチアリーダーですかね。で、監督の挨拶があってからの試合開始なんですけども、ね、マスコットキャラクターのアクロバティックショーもね、収めてまいりました。レンズはですね、標準のキット、ね、GH6 標準のね、キットレンズを使ってます。12mm、60mm のね。で、会が始まり、このね、山田選手のね、好プレーから始まって、こんな感じでね、試合が進んでいくんです。
ですね、結局最後はね、まあ、最後というか初回にね、山田選手がホームランを打った1点だけのね、スミ1ゲームっていうかね、1対0でスワローズが勝ったというね、非常にね、締まった投手戦だったんですけども、久々のプロ野球観戦本当に楽しかったです。塩見選手がね、提案して作ったお弁当もいただきましてですね、非常に満足したプロ野球観戦でした。というわけでね、今日はですね、結婚10周年ということもありまして、東京の方にね、行ってきましたので、動画にしてお届けしてまいりました。途中でね、 DTM Tips っていうのもね、挟んでお届けしてきたんですけども、今後もね、こんな感じの動画、また作っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。